神楽部演奏者の秋吉沙羅です。そして今日私のスタジオにお越しくださっているのはギタリストの木戸夏樹さんです。よろしくお願いします。木戸夏樹です。はい、というわけで今日は私たちこのスタジオでですねリハーサルをしておりまして今終わったとこなんですけれども、もう一曲弾かせちゃってすいません。はい。あの実はですね今度、もう今月になったんですけれども3月の17日の日曜日ですね、富山に行くことになりました。イエーイ、はい。あの富山って行ったことありますよね。すよ、はい、もう木戸さんきっともう日本中どころか世界中あちこち行ってらっしゃるんですけど、私ね富山行くの初めてなんですよ。いいところですよ、すごい。ね、なんかあの、うん、古いなんか昔のなんかすごいお家とかなんかすごいいい光景が見れるっていうイメージが私の中ではあるんですけど。まあ天気悪いですけど、あの食べ物美味しいです。そうなの、なんかあの天気はねすごい悪い。へえ、うん、あやっぱ日本海側でね。だから、うん、まだこの時期ちょっと冬空っていうかね、ちょっと曇り空かもしれないですけどね。そうかもしれないですね。うん、うん、なんかなんだっけ、黒いラーメンがあるのも富山でしたね。はいはい、富山ブラックね。うん、うん、あとなんかえ午後カレーは違うっけ？あれは違うか。カレー金沢じゃないか。あ、あれ金沢か。だからやっぱあのあれですよ、海のもの。富山湾はもう本当にもう美味しいものの宝庫ですから。ああ、うん、そっか。はい、で、あの、すごくそういうの楽しみなんですけど、私たちは朝早く出て、現地に着いて、リハーサルをして、本番をして、ただその後帰ってくるだけなので、どこも行けないんですけど、でも、あの、すごく楽しみにしてます。で、どんなイベントなのかと言いますと、新幹線の富山駅の駅前にある、オーバードホールっていう、富山市の、芸術文化ホール、なんか大きいホールらしいんですけど、そちらであります。それで、音楽とアートのお花見会、楽市楽座っていうイベントだそうでして、木戸さんと演奏するのは、1回目が12時半から12時55分、そして2回目が14時40分から15時5分ということで、25分間ずつのね、はい、出番なんですけど、それぞれの回で違う曲も入れ込んで聴きたいなと思っておりますので、お時間許す方は、1回目の演奏を聴いてご飯を食べて、それでまた戻ってくるみたいなね。ありですかね。いや、あるよ、ですよ。で、寒いんですかね、向こうは。どうなんですかね。いや、寒いでしょ、だって冬だから。やっぱ寒いですよ、日本海側ですもんね。うん。うん、じゃあちょっとあったかくして出かけたいなと思ってるんですけども、はい、なんかねこうホールのホワイエが結構すごく広くて、そこに特設ステージができてですね、そこで、ね、はい、演奏をするみたいなんです。私最初木戸さんに伝えた時、外で駅前の外で演奏ですとか言っちゃってね、はいはい、勝手に想像して駅前って言われたから、ね、うん、すごい寒いだろうと思って、いやもうあのドレスとか着れない、もう着物を着るしかないとか勝手に自分の中で思ってたんですけど、まあ、中で暖かいところだっていうことなので、ぜひあの安心して来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、で木戸さんと演奏するのはですね、昨年の9月以来ですね。あ、そうでしたっけ。はい、はい、あの広島でほおずきコンサートっていうのがですね、企画させてもらったり、あとあの広島の五穀神社に呼んでいただいてね、神楽も、ね、はいはいはい、あれも楽しかったですね。木戸さんがあの神楽団の楽屋に来て遊びに来てくださって、それで鬼の打ち掛けを着て写真を撮ったっていうのが、そういうのがありましたね。はい、すごい、あの木戸さんが神楽の鬼のあの打ち掛けを着てるって、すっごいもうすごい衝撃的な、そんなすごいなって思ったんですけど、はい、富山で何が起こるか、もうあの時にあの2人でデュオで本当いろいろな曲をもう3日間結構違うプログラムでゴンゴン演奏してすごく楽しかったんですよ。はい、なんで今回、まあ、短い時間ではあるんですけど、また木戸さんとのこの素晴らしいあのギターのサウンドをお届けできるので、あ、で、あのちなみに無料のイベントなので、どなた様も安心してお越しいただけたらと思います。3月17日日曜日、音楽とアートのお花見会、楽市楽座、富山の駅前のオーバードホールですね。こちらのホワイエに、1回目は12時半から2回目は14時40分から、ぜひお集まりいただければ嬉しく思います。来てねー。というわけで、また会いましょう。バイバーイ。木戸さん、なんか言うことないですか？はい、大丈夫ですか？大丈夫です。来てください。